こんばんは。11月10日火曜日の夜でございます。平山茂でございます。こんばんは。11月10日火曜日の夜ですね。改めまして私平山茂と申します。皆さんお疲れ様でした。火曜日終わりましたね。本当にお疲れ様でした。まだ終わってない方もいらっしゃると思います。でも本当にお疲れ様でした。素晴らしい。100点満点あげちゃう。そして自分でも100点満点あげてちょうだい。自分に100点あげちゃってね。はい、というわけでね、大丈夫ですよ。大丈夫だからね。大丈夫大丈夫大丈夫だよ。大丈夫大丈夫です。もう火曜日が終わった。終わってないか。終わる終わる。もう火曜日が終わる。このままね、いい眠りについてください。このままいい眠りについてください。そして明日水曜日を最高な形でスタート切るためにしっかり寝ましょう。本当に睡眠は大事ですよ。まあそんなこと言われてもね、どうしても夜更かししちゃう。わかる。見たいテレビがあるとかね、もう夜更かしするためのツールがいっぱいありますからね。本当に。でも大丈夫大丈夫大丈夫。本当に、大丈夫大丈夫です。本当寒いから、それだけだね。寒い寒い。まあね、あの会社とかね、学校は中がね、あったかいかもしれないけども、外でねお仕事してる方もいらっしゃいますから、そういった方はね本当に寒い思いしながら、まあ夏はもちろん暑い思いしながらって感じですけども、まあ、職場とはいえね、職場の中も寒かったりしますよね。なんか足元めっちゃ冷えるみたいな、足元だけすごい冷たいとかね、ありますよね。本当にわかりますよ。でも大丈夫なんで。大丈夫だから、全部ひっくるめて大丈夫。大丈夫大丈夫大丈夫。大丈夫だから。11月ですよ今。いやでもね、もう11月なんですね。今更ですけど、もう11月ですよ。明日はさらに11月11日で、何ですか、ポッキーの日ですか、それとかあのベースの日とかね、ベースの日とか、11月11日明日。いやもう早い早いですね。本当に何もしないと早い。なんか予定をいっぱい入れてね、思い出がいっぱいあったりするとね、なんか1年長かったなとかあるんですけどね。本当にただ仕事だけとか、ただ何もせず、ただ学校だけ行ってるとかだとね、本当に何も思い出が残らないからね。その1年本当に5秒で語れるぐらいなことになっちゃうんでね、いっぱいたくさんね思い出作りましょうよ。さあそんなことでね、私は別に何が言いたいとかないんですけど、大丈夫だよってことが言いたいんですね。とにかくね、大丈夫ですからね。大丈夫ですよ。あなたは大丈夫ですよ。本当に。こんばんは。こんばんは。こんばんは。11月10日火曜日の夜でございます。私平山茂と申します。大丈夫だよって毎日言ってます。今日もお付き合いください。大丈夫ですよ。大丈夫だよ。大丈夫。今日のあなたも大丈夫。本当に大丈夫。疲れたでしょ今日。大変だったでしょ。本当にご苦労様でした。抱きしめたい抱きしめたい。素晴らしい。本当に大丈夫ですから。大丈夫。本当に大丈夫だから。お願いだから毎日見てね。この動画毎日見て、この明日は明日の動画見て、毎日しげるの大丈夫だよ聞いてください。本当に絶対にお願いします。どこにも行かないでください。ついてきてください。大丈夫だから。本当に大丈夫だから。大丈夫だよ。本当に大丈夫。大丈夫。落ち着いて。大丈夫だから。君は大丈夫だ。本当に大丈夫だから。大丈夫だよ。大丈夫大丈夫大丈夫。変なことしないで、変なこと考えないで、シンプルに行こう。シンプルに。人生は楽しい。そして楽しむべき。どんなことがあってもそれを楽しむべき。めっちゃ面白いから。人生はめちゃくちゃ面白いから。本当に大丈夫だから。大丈夫。本当に大丈夫。大丈夫大丈夫大丈夫だよ。マジで。絶対に絶対に明日も
ぜ、手がちょっと不器用だな。絶対明日も会いましょう。寒いけど、本当風邪ひかないように要注意ですよ。本当に絶対に自分の身は自分で守ってしっかりと、その上でここでまた会いましょう。大丈夫だから、だから絶対明日も見て。毎日言うけど明日も見てね。大丈夫だから、本当に大丈夫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 。気合だ気合だとは違うよ。気合はいらない。大丈夫だから、大丈夫、本当に大丈夫。ずっと聞いててこの言葉を僕から毎日言うから、毎日その日その日の大丈夫聞いてください。いいねなんかいらない、高評価もいらない、チャンネル登録もしなくていい。見て、とにかく見て。毎日大丈夫って言うから、見続けて約束してください。僕と大丈夫見るって飽きると思うけどいいんだ。それでも習慣にしてください。ま、毎日毎日全部見なくてもいい。1分でもいい、1分でもいいから毎日僕の大丈夫だよ聞いてください。大丈夫だから、うん、大丈夫だから、大丈夫で、できればこの動画を見てから寝てください。やだ、できればでいいよ。できればこの動画を見て寝てください。見ながらでもいいから、見ながらでもいいから、そんな習慣にしてください。まあ、女性の方はなんか隣に旦那さんとか彼氏さんとかね、いたら見づらいと思います。トイレで見てください。こっそり見てください。こっそり、できればパートナーと一緒に見てもらってもいいですよ、理解ができるのであれば。ただの変なおじさんだと思いますけど、でも本当に本当に大丈夫だから、それが本当に言いたい。毎日毎日言いますけど、本当に大丈夫だってことだけ分かってね。明日も言うからお願いしますよ本当だから、超マジだから、うん、大丈夫。よし、じゃあまた明日ね。もう早くゲッと寝てね。本当に本当にちょっと寒いからね。また明日会いましょう。元気な顔見せてくださいよ。あなたの顔僕は見えてますからねあなたの顔見えてますよ、こちらから見えてますからね。本当にまた明日会いましょう。それではおやすみなさい。失礼します。平山茂でした。バイバイ。また明日。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。明日ね。絶対だよ。